寒いなぁ。おはようございます。冷たいっすわ、この石が。石、冷たい。冷たい。僕これですぐ下痢になっちゃうんですよ。直こ直でそう。直で冷えて、ほんま体弱いな。お腹がね、もう緩いんですよね。弱いんや。ほんま、なんか緩い。あ、よかったな、あの測定のやつな。あ、人間ドック。人間ドックな。ああ、よかった。結局そんな何もなかった。あれ、まあ、俺もあれ聞いててな。聞いて分かって言うてたやろ、ラジオ。そうそうそう、いつも聞いてくれた。あれも怖いわ、あの発表の仕方。あ、生々しいでしょ。生々、ほんまにカルテ見ながらやったから。で、まあ、結果的にやけど、うん、その、まあ、認められたやろ。なんかそういうの書いてあったやろ、はい、高血圧と肥満を認めますって書いてあった、って言うてたやけど、もうあんなもん見てもらうんでもある程度分かってたことじゃん。いやでもそれはそうやねんけど、俺も認めてたよ。そう、目視で、後世も目視で。そう、肥満だと認めてたよ。そう、怖いね、あれね。だから他にね、だからそれに伴いまたでかいのが見つかったりとかね。あ、そうしたら怖いやん。まあまあ、そうやな、そうやな。だからそれを見に行ったの、まあまあ、この年齢やし。とりあえず何ともなかった、一旦とにかく何ともなかった。とにかくその肥満さえ、まあそうやな、抑えれたら。もう分かってると思いますけどって書いてなかった。一応書いてたら投げつけてた。書いてたら、ね、それはそうやな。そらそう、それ書いてたら投げつけてた。まあ、お前よかったね、とりあえずね。いや、まあまあまあ、松田さんも行った方がいいで。いや、まあほんまそうやね。だから自分でもね、チェックは、検査はしてんねんけどね。そういうやつが一番行った方がいいね。そんな自分でもしてるからね。でもね、自分でもしてるっていうのがようわからんから、その、自分の糞見たりね。糞って言うな、よう言えんな。自分のうんちのことを糞って言えんなよ。じゃあ今だから、うんちというのは汚いなと思って、ね、うんちの方がええやろ、糞の方が汚いやろ。自分の糞って、糞の方がまあコロコロしてる感じは出るやんか。糞ってなんか動物とかのやつ言うねん、それ。糞は形のこと言うてんねやで、あれ。糞っていうのはコロコロしてんねん。うんちと言うたら柔らかい。あ、そう。うんこと言えば、うんちよりも硬いのがふんなん。ふんはもうもっとコロコロしてる。あ、コロコロしたやつをふんっていうの。あれ形で決まってんの。形やんか。だからふんやん。あ、こういう丸っこくてコロコロしたやつのことは、まあ、もうふん。うんちとは言わんやん、じゃあ。これは。いや、だからうんちと言うと柔らかいやん。それ自分の中の勝手な解釈やろ。自分の中のっていうか、自分で勝手に決めた。自分の中のとか、うんちと言われて誰もコロコロしたふんを思わへんやろ。思うよ。あれふんやないか。うんちやで、あれも。いや、うんちというと最後のキュッと締め、肛門でキュッと締めたさ、シュッとなったあるやつ。汚いわ。いや、そっちが聞いてきたから答えてるだけやねんけど、ね。いややわ、もうふんとかうんちとかの話。汚い。だから言葉によって。あの表現が変わってくんねん。どっちでもだ、うん、ポコチンやろ。汚いな、またポコチンと言われたらたまたままで入ってる感じせえへん。確かにポコチンと。あ、確かに。なんか小学生がこうポコチンって出した感じがするのや。小学生やね。ポコチンという言葉に躍動感もあるね。あるあるある、うん、でチンチン、これまたちっちゃいよね。ちっちゃいな、うん、そうやろ、うん、でチンポ、これをこれはでかい。でかいってか、もう急に汚なる。急に汚い。もう嫌や、もうその話。ポコチン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 ポ。何やねん、その三段活用。何の三段活用やねん。言葉によって、だから、ふん、うんち、うんちっていう感じやね。こう最後にシュッとなって。で、うんこや、うん。そのように変わってるからね。あれもそうじゃない。だから汚い話続くから、うん、俺は嫌。ちょっとあれやけど、違う話する、うん、お会計、うん、チェック、あ、これせやな、せやな。どれ使う、ほんまに。いや、普通さ、チェックって言う人いる？でも言いません、チェックしてくださいって。それ飲み屋ちゃう？どこで想像してる。飲み屋やろ普通こんなん。あ、お定食、お会計は定食や。あ、店で。あ、もう店で変わってんちゃう。あ、でチェックお願いしますは、まあ飲み屋ちゃう。で、これはあ、そのなんていうの、そういう女の子がいる店ちゃう。そうなん。うん、イメージではね。あ、そう、言葉でだからあんねやろな、それが。あ、そうか。
だからパイオツ汚いな自分の自分のテーマ汚いな汚い俺の聞いてる汚くはない汚いな俺の自分のテーマ汚いわ汚くはないなんか汚くはない人があまり触れない場所の汚いねどういうこと人があまり触れない場所やおっぱいのことパイオツも人があまり触れない場所ではないやろ人があまり触れない場所やろ時間帯によっては触れまくってるからね時間帯ってないね膝膝なんでかいね嫌やわ今汚いわテーマ汚いわそれあとなんやだってそんなもん何でもあるよそあお冷やお水あお冷やお冷やはだからあの朝日のさ小瓶で出てくるよな定食屋とか中華屋とかあれお冷ややねじゃ朝日の小瓶ないそうそうそうれあれで飲むさあのお冷や美味しいねお水お水お冷やお水、うん、お冷やあとあれも言えへんあの俺あれ嫌いやねん何俺酒飲まへんからあれやねんけど、うん、あとお酒飲む人わかるチェイサーチェイサーあれなんだ嫌いやわ俺チェイサーチェイサーってなんなんチェイサー苦手あの言葉あれどういうあれ何語なんめっちゃ嫌いチェイサーやたら言うねん嫌やな亜生とかめっちゃ言うねんあそうなんやあすいませんハイボールとあとチェイサーチェイサーってお冷やって言えよなんでカッコつけんねんお冷やでええやんお冷やでええやんなんでカッコつけんのあれチェイサーとか言って無理してるやんしんどいやろこれ楽に楽にしたいからこうやんねん息止めて止まってる息あチェイサーだチェイサー嫌やわマジでなもうあれ苦手ほんまあと尿やめてくれおしほらやめてやめてもう清水ってもうやめてなあ汚いいや汚いテーマが汚い汚くはないけどやな聞いてる俺のやつお冷やとかお会計俺のも聞いてる聞いてんねそうしかもそのお冷やとかの後にしょんべん嫌やわそのあしょんべんもあるなすごい水しょんべんっていうのはおじさんだけちゃうちょっとしょんべん行ってくるわっていうあそうやね、うんおしょん、おしょんとかも言うよ、ね、あ、おしょん、おしょん、おしょん、しょんべんの言い方いろいろあるねそやなちょろちょろとか言う人もおれへんあ、ちょろちょろ言ってくるわとか、うんうん尿やろ、うん、尿はあれやな、病院 尿は病院、うん、あとおしょうすいおしょうすい、おしょうすいって何ちょっとえ、おしょうすいって言ったことないねんけど知ってるよ誰が言うたん阪神巨人師匠が言ってるめっちゃ言ってるおしょうすい、ね、ネタの中でネタで、うん、よう言わはるおしょうすい若い人おしょうすいって分かるんかな分からへんねん俺もよう言わはんねんおしょうすいあでもさおしょうすいって言われるとなんか別に汚くないねそうやねんそうやねんそれを言うてはんねんなんかあそういうことなんやそれを言うてはるなんかお前の尿あなんかあれやなってなんか嫌やん尿は嫌や尿は嫌やな尿とは言われたらおしょうすい行ってきなさいっていう感じするもんねまあねちょっとお上品やなほんまやね、うん、おしょこ行ってきとか面白いなおトイレお手洗いお手洗い、うん、おトイレお手洗いあもっと綺麗ああれはじゃあ、ハンカチ手ぬぐいハンカチと手ぬぐい違うんじゃ手ぬぐいってタオルやんあやっぱその感じちゃうあハンカチ手ぬぐい手ぬぐい手ぬぐいって何や手ぬぐいってタオルやなでもハンカチも手ぬぐいじゃないあ手を拭うってことでそうそうそうもともとはそうなんやろな俺手ぬぐいの感じやで手ぬぐい持ったかとかえそもそもハンカチなんか持ったことないわ汚ねえ持ってんの持ってないなんじゃそれでもカバンの中にはあるでええーうん、それ何のためそう手ぬぐい 手ぬぐうためやでそれえ手なんか汚れることあるあれはおしっこ行った時にこのおしっこ行っても前向いたから手洗えへんからなああそうや、うん、全然洗えへん汚いね全然大丈夫やからな汚いね嫌やわもう喋んのだから言葉によってだ変わんねんなああ確かにそう面白いね、うん、いやそやねお兄ちゃんなお兄さんお兄さんお兄さんは他人行儀やな兄ちゃんそやな汗がいきなり漫才中にお兄さんって言ったらなんかなんかあったんなんかあったよなあったよななんかあってもそれはお兄ちゃんでやるお兄さんはありすぎやろなんか急に呼びたくない時あんねやろだからあいつもでも恥ずかしないんかなずっと兄ちゃん兄ちゃん言うてねなんかいやだからこれが普通やからちゃう、まあね、だ僕も嫌なんですよでもあそうお前とか言われるのめっちゃ嫌なんですよあいつにああそうかそう弟やからなんか腹立つんですよあいつにお前とか言われたら
あいつも注意される時あるんですよ、いろんな人が、さっきなんか文鎮賞にこの間言われたかな、そうなん、お前って言ってたな、汗とあのお前言うとあかん、お兄ちゃんに、お兄ちゃんって言う、カウス師匠に言われたかもしれない、あでもお兄ちゃんがしっくりくるもん、お兄ちゃんっていいってお前って言うとあかん、なんぼ漫才ヒートアップしてる、うわ面白、お前わかん、確かカウス師匠と文鎮師匠に言われてたような気がするな、すごいな、やっぱ言葉ってすごいな、いや言葉大事ですよ、そお兄ちゃん側が弟にお前っていうのは噛めへんねんな、それはね、でも極力お前は言わん方がええなっていうのはカウス師匠は言ってはりましたけど、ね、あやっぱ強いから強いから、うん、ああそうやな、君とかね、そういうのでお前はなかなかやめときやって言葉がちょっと乱暴やなって、そうやな、よう言わはりますもん師匠とかも、ああそうなんや、その漫才中にお前とかバーって言ってたら、またお前っていう、ああそうやな、でちょっと癖なっちゃったりするからね、そうそうそう、お前って、うん、なんちゃらお前とかね、お前で一番良くない癖があの最近ほんまによう言われる、死ねっていうね、あれ良くないね、違う、それ癖ある、その漫才とかでとかあんねん、言う、そう、え言わはる人おんの、ほんま、あー後世が別に言わない、言わんけどね、そう、あ、あれやめた方がいいな、まあいやそれはもうそもそもそうじゃない、あそう、あまあね、うん、でも最近それがさなんか結構普通になってきたりするからさ、なんか俺一番嫌いな言葉があんのよ、ほんで何、その悪い、俺痛いっていう言葉めっちゃ嫌いの、あーお前痛いなとか、そうあの痛いめっちゃ嫌やねん、そやな、何を持って痛いんですよ、これ良くないよな、そう人と違うだけやん、そやな、それちょっと人と違うだけやん、それを痛い痛い言うて、特にまるで拒絶、もうすごい拒絶やねんあれ、いやそやで、で痛いっていうことによって自分は痛くない感じも演出できるしな、ね、痛いってなんなんそれで、痛くてええしな、そうほんまに、なんで痛かった、なんで痛いってなんや、腹立つな、腹立つ、俺痛いってことほんま嫌いやねん、よくない、あれ新しい言葉あった方がええな、そうそう、独特な子やとかな、あそうそうそう、ちゃう、うん、痛いって言われたらものすごい嫌やで、嫌やわ痛い、ほんまあれあかんわ、あれ誰が言い出したんや、もちろん言われんのも嫌やけど言うのも嫌やもん、で言うの聞いてんのも嫌やねん、嫌 やな、ほんま嫌、あれ言うたことないわ、俺でも、俺も言うたことない、言うてるイメージなくない、ないない、ないわほんまに、ないやろ、だから好きやね俺、なんか人をさそうやって下げすんだりしてるイメージなくない、あるそれは、ないんや今の痛いんやろないやだからでも この人のこと痛いって言うんやろなって思う、いやいや何ちゅうこと言うね俺も気づいてるよ、言われたことあるやろうしかけて、うん、聞いたこともあるような気がする聞くの嫌やな、嫌やな、聞くの嫌やな、うん、でなんか俺は言われたことあんねん、あそう、もう直で、誰にそれ言うたらあかん、まあ誰とはあれやん、まあまあ昔の作家にね、ダメ出しバーって受けてる時に、で俺は俺なりの意見言うやん、うん、バーっていやこうこうこう思うんですよっつったら、うん、その人に痛いですよ、後世さんあのもうみんなから痛いって評判ですよ、うわ それさやめへん、ごめん そいつ、うん、そのあのみんなからっていうやつやめへん、むっちゃせこない、めっちゃ嫌やった、その時亜生と泣いて帰ったもんその後悲しない兄弟二人つらすぎる、つらすぎるやろ、つらすぎる、泣いて帰ってチャリで、あーつら泊泣いて二人で、なんであんなこと言われなかった、一回泊まりな泣くために一回泊まり、いや二人とも泣くのを隠すために、ね、こ うわすごいその話、辛くてなんでこんなことまで言われなあかんねんって、いやいや俺は俺が好きなお笑いやってんのにさ、で僕はこう思うんですよって言うことがなんで痛いねんって泣きながら、それでも兄弟いい兄弟でよかったな、そうそうほんまに、それさもし弟もせやでお兄ちゃん痛いでって言う人もいるかもしれない、いるかもしれんほんまに、いや僕持ってたんですよとかね、そんな、うわそれはいやほんまええ弟でよかったな、辛かった、あいつのこと忘れへんほんま二度と、いやそやな、うん、そんなん絶対言うたらあかんわ、絶対だ、痛いとか、そうほんま、あれはよくない、うん、エロいとか言ったらええけどな、あのお兄ちゃんエロいっすよそれ、みんな言ってますけどそれはいいな、みんな言ってますけどめちゃくちゃエロいっすよみんな聞いたんですよ、むっちゃエロいっすよ、どこらへんが、いやもうめちゃくちゃエロい、もうほんまもうなんかペニス吸ってますよほんまに汚いなまた言葉がいやそれ医学用語やないか、汚いな、それは医学用語やからね、別にかめへんねんけど、そもそもその言い方よくない、その痛いもせやし、うん、みんなも言ってましたけどもそうですよって、そうそう、で俺今髪長いやんか、うん、前言われたもん、うん、あのみんな言ってましたけど全然似合ってないですよってこんなことある絶対言うたかん、そんな俺は思うけどやったらまだええわで、お前には言われてないけどな、みんなってどの範囲のみんなやねんってものあるしね、それほんま俺もみんななんや思うたしな、そうやな、ほんま思うねん、ほんま
あ、こ歩いてる人とかも全員、この人もこの人も全員なんやと思う、うん、で、似合ってるしな、うん、まあ痛いな俺もそうやけど痛く、行こう痛いで、自分ほんまみんな言うてるしなみんなほんま言うてる痛いってめっちゃ嫌やわ今のめっちゃ帰ってから泣くわ俺チャリですいませんあかんで、はい、すいません気づきますお疲れでした。